はい今日はですね PCX150 に乗ってみましたそのですねインプレッションという形でお話ししていきたいなというふうに思うんですけどもまずはですね結構見た目の印象で個人的には少し硬い乗り味をイメージしていたんですけども実はですね割とソフトな乗り味でしたまあ、そういったところも含めてちょっと今日お話ししていきたいんですけどまずはまたがってみましょうかはいまたがってみます そうするとですね割と足つきは悪いですそしてシートはですね結構硬いですね結構硬めの座面かなという印象を持ってますえシートのカットって言うんですかねここのところの削り込みは結構削られてるので足つきは悪いですけどもじゃあそれが気になるかって言われると正直そんなにまあ悪いねってぐらいでですねこれが苦痛になるかって言われると全然平気そうな感じですかねはいそしてシート自体はですね意外とここの出っ張りが前なんでここですね 段差が、ま、結構前めにあるんで割と後ろののの方快適性を追求していいかなという,ふうに思いますこれ背大きい方とかだともしかしたらちょっと狭いのかって思っちゃうんですけどただ足足元のススペース自体はは前には足が行くんですよここに前には足が行くのでそういった意味ではですね意外と気にならないのかなっていう気もしないでもないんですけど実際どうなんでしょうということで、えー、後ろの席に座ってみたいと思うんですけどもタンデムした人。 これは快適なはずと思ったんですけども、はい、実際に座ってみるとですねそうですね一つは、えー、やっぱりこのタンデムステップの広さがすごくですね安心感がありますこれそして車体自体がすごくスリムなので後ろの人がニーグリップをした時にここのところですねまあニーグリップというかここの実際にふくらはぎの辺りでこう車体を挟む感じになるんですけどすごくですねやりやすいですねこれは なかなかなないいいですすよこれぐらややりやすいのはなので後ろの方がこうバイクに乗った時にシートの座面はそれなりにあるし捕まるところもしっかりしているしそうですねこれ結構硬質ですねちゃんとしてますねガチッとしてるしそして足も置くところができてかつホールドもできるんでこれ後ろに乗るのは結構 100点かかももししなないいでです。す。快適かもしれないですそういう意味ではですねやっぱ2人でゆったり乗れるっていうですねこういうフルサイズのこれ125も共通の車体であると思うんですけどもそういう意味ではですねすごく2人で通勤するとか2人でどっかに出かけるとかっていう時にはですねなかなか良さそうだなというふうに思いました。はい、いいででで、すすすね。ね、後ろのシートもです、ね、やっぱりすごく平らで、まあ、そんなにこうパッと見 息を照らしたところはないんですけども本当に座りやすいですねこういうところはですねよくできてますね特にこれ 150cc あるので割とその遠方まで乗ってっちゃおうと思う方も結構いると思うんですけどそういうところではですね需要を満たせるような マルチなオートバイななんだろううというふうにまあ思いに思ましたさあその先どんな感じかというとですね実際に取り回しちょっとやってみると、まあ、150cc ですからねっていうのもありますけど軽いですね扱いやすい感じそして座った時のハンドルの高さ割とねハンドルとシートの差があるというか座面とハンドルの高さの差が広いからあの楽チンですね表現としては割とスポーティーさをそんなに追求してないというか これ結構モデルでで片っ端からまたがるるとすすごい気になるんですよポンってそれだけまたがらされるとそんなに気にならないんですけど心の高さの差があるかどうかって結構ねまたがった時気にはなるんで割とこれ長時間乗っても楽ちんなんだろうなっていうふうにそんなふうに思わされる感じになってますねはいそしてまあ今またがった感じはそうなんですけどセンタースタンド立ててみましょうかセンタースタンドもですねこれ実はずば抜けて軽いわけじゃないんですけどかけやすいですね はいすごいかけやすいセンタースタンドになってますんでそしてもちろんこのクラスだとサイドスタンドも標準でついてますんでそういった意味ではですね当たり前ですけどねはい快適かなというふうに思います実際に走らすとどんな感じなんでしょうかというところなんですけどまずですねエンジンパワーの話ですねエンジンはですねすごく力がありますただそれを感じさせないようなエンジンですねあのグイグイ走るんですよ結構 結構ぐいぐい走ってメーターもビューンってスピードが上がっていくんですけどもただそれをですねあんまり感じさせないですそしてバイク自体の作りがですね一貫して安定志向ですねなので多分何も考えないでポンと乗るとですねスムーズだな走りが滑るように走るなっていうところがですねあの感じるところなのかなと思ったのとタイヤが大きい分ねちょっと一見ねゴツゴツしてるんじゃないかと思ったんですけど乗り味がね全然そんなことなくてむしろふわふわですね そしてサスペンション自体もですねあの初期の,その段差を乗り越えたりとか道がこうちょっと荒れてる時なんかもですね全然突き上げ感がなくてすごくですねシルキーな乗り味ですね、はい、さらにエンジン自体もですね例えばその扱っててバイクが主張してくることがすごい少ないんですよね。 力はあるんだけれどその力を出す時にこうじゃあライダーが雑にアクセルを上げた時にそれに合わせてガバッと力が出てくるというよりは最初のゴツっていう感じが全然ないもんでまるで雑に操作しても滑らかに操作してるかのように走る多分そのスロットルとエンジンのパワーの出方そういうところがすごいよくできてるせいで、えー、すごくですねどんな乗り方しても紳士的に走ることができます。つまり長時間乗っった時に楽だろううなっていうのと あとはですね実際には結構加速してるにもかかわらずそれを感じさせないこうアクセル開けるとですねこうビューンって加速していくんですよでもそれ体感上はそんなでもないんですよねメーター見るとおーおー伸びていくなっていうふうには思うんですけど。 なのでそういうところはですねあのうまいんでしょうねエンジンのこれ単気筒のバイクなんですけどパルス感っていうのがあんまりないんですよね感じないように作ってある全部の角が丸めてあるんでそういう意味ではですねスクーターに要求されているものをよく知ってる方が作ったオートバイっていうのがですね本当によく分かりますねそしてそれができるっていうのもですねすごいなとは思ったんですけどそういう意味ではですね紳士的に走れてかつ滑らかで力もあるんで車でいうスポーツセダンみたいな感じですよね、はい、すごくよくできていいるなという,ふうに 思いま,したまあそういうところをですね一つにまとめていくとバイクとしては本当にですね綺麗に角を全部落としてある。 まるで赤ちゃんが遊ぶおもちゃのようにですねどこからどういうアプローチをしてもですねバイクの方がですね紳士的に全部いなしてくれるのでそれはもうカーブでもそうだしわざと荒れた路面を走ったりしてもそうだしブレーキを乱暴にかけてもそうだしててにおいてですねそういういところが丸く作ってありますそれは例えばこのオートバイの直接のライバルだと NMAX になると思うんですけど NMAX も山覇車の中では紳士的ではあるかなと思うんですけどただアクセル開けた時の加速感とかの加速してるぞっていう感じはですね向こうの方が感じるんですよ。 ただ、実際出てるスピードっていうのは大差ないと思いますのでそういう意味ではです、ね、静かにこう乗りたい方にすごく向いてるかなっていうところがですね、ありますね。あの性能はいいんですよ、性能はいいですけど、ただそこがですね、結構キャラクターとしては明確にあの柔らかさというのを追求してるというふうにです、ね、感じるので。 そういう意味ではですねそういうのが好きな方はこの PCX すごくいいんじゃないかなっていうふうに思うのとあとはですねこの辺のクラスのオートバイに皆さんが求めるものがですね全てそつなくついているそしてそれがですねすごい上手にパッケージングされてますんでそういう意味ではですね通勤とかにですねスクーター探してる方にとってみれば、まあ、特にこう強いこだわりがない方ほど これを買っておけば大丈夫っていうおすすめができるっていう言い方がいいですかねブレーキなんかはね割とスポーティーな走行が好きな方とかそういう方々もしくはその走らせてて加速感とかそういったものを楽しみたいっていう方々からするとちょっともしかしたら違ってくるかもしれませんけど上の方での伸びはスカッと抜けるわけじゃないんですよね意外と、えー、街中とかそういうところをすごく優先して作ってるっぽくて 150cc だけれどももちろん高速にも乗れるんですけどただ上の方でスカッと伸びるかって言われるとそういうところはですねそんなに得意としてなさそうなのでそういう意味ではですねやっぱり生水粋の街乗りスクーターの究極の形という印象を受けました。